業は穴蔵という場所半蔵門でやっています。まあ、基本的に穴蔵では若手のアーティスト、まあ、自分が好きな人たちをメインに展示をやってて、その企画を常に作家と一緒に作っていくっていうことをやってます。もうなんていうのかな、距離も作家とはすごく近くて、まず穴蔵で出会っていろいろなことを話していく中から、この人にはどういう展示が合ってるのかとか、まあ、どういう作品を売りたいのかとか、まあ、そういうことを考えつつ進めていくって感じ。作家さんに展示してもらうと、周りにはやっぱそのいろんなアーティストっていうのがいて、そこから広がっていくことが多いですね。競りっていうのはですね、まあ本当簡単に言うとプライスリストがない展示会そのものですね。競りを始めたのが穴蔵を始めた年に第1回目をやったんだけど、やっぱり見るだけっていう行為にどうしてもなってしまって、自分にとってこの作品はいくらの価値があるのかっていうのをこっちから提示するんじゃなくて、お客さんたちが見て考えるっていうことをやりたかった。それが結構きっかけとか、グループ展をやるっていう時には必ず競りでやってます。もちろん展示した作品を見てもらって何かを感じてもらうっていうのは大事なんですけど、やっぱり手に入れてほしいっていうのがあって、手に入れてもらわないとアーティストは生きていくことができない。それはもう当たり前のことで。安田が、43です、まあ、主にペインティング、キャンバスに主に描いてます。あとはまあたまーなイラストレーション。ホタテサキ、31歳です。普段は絵を描いているんですけれども、お料理や調理の仕事をしています。勝俣秀之です。年は40歳になりました。絵を描いてるぐらいです。あと映像を作ってます。まさみいななみ、27歳。あ、28歳でした。イラストレーターです。松本大輔、29。写真、海道健太、26歳です。イラストを中心にしながら、普段学んでいたデザインを生かして、フライヤーだったりとかロゴデザイン、 CD ジャケットなどそういったデザインをさせていただいて、で最近は展示活動が中心です。名古屋の方で行っていた展示の搬出を共通の知り合いの方に手伝ってもらった際に、その写真を見て、そのギャラリーにいる間に電話をいただきました。僕が展覧会を中心に活動はしてるんですけど、その作品があまり売れたことがないというか、経験が薄くて、そういう場合についてどういうふうにこう自分でトライするかっていうのを考えたときに、この競りのコンセプトであったりとか、そのスタンスっていうのが僕の中で一度試してみるには絶対にいい場所だなというふうに思ってて、どこまでできるのか試したくて改めて参加させていただきました。イエローっていうところのイベントでたまたま知り合って、僕がちょっと公開制作しているときに孝太郎たまたま来て、それで知り合ったきっかけです。20、21ぐらいの時に高円寺の路上でお互い酔っ払ってる時に道端で出会いました。マブ。お客さんがやっぱみんなこうちょっと買おうという意識で来てると思うんで、そういう人らのこう動向を見てるのが楽しいですね。どんな人たちの反応があるんだろうって思って、しかもその自分で値段を決めるっていうアクションを人がこう一歩踏み出すっていうところを見れるっていうのはすごい貴重な体験だったなと思う。新しいものを作るとなるとすごいエネルギーが必要で、自分が出すものに対して買っていただけるっていうのにどういうふうに自分が合わせにいくか、と自分が揺るがずに動けるか、
お客さんに買いやすいサイズとか、テーマとか、いくらの入札が入ろうが、それが自分の今の評価がはっきり出るのかな。それも本当分かりやすいイベントだと思う。まあ参加してる人、何回か参加した人ないし、初めての人もそうだと思うんだけど、すごく結果がはっきり出るというか、グループ展でやって作品がどうこう売れたっていうよりも、入札っていう行為が結構 Facebook でいういいねとかそういうアクションなんで、すごく酷な展示会だなと思う、ね、やってて参加してくれてる人たちに本当毎回ありがたいなと思って、こう食らうこともあるし、松本大輔っていう写真家は1回目に参加したんだけど、もう最終日まで入札が入らず落ちずで、その落札されたものにはステッカーを貼っていたんだけど、そのステッカーを未だに大事にしているぐらいやっぱ酷な展示なんで、でかいのは売れない、買うっていうのがまず目的にあるのかな。あとは見るより買うが先に来てる気がするのが、アートってそんな難しくないんだよっていうの、なんかきっかけになればいいかなとは。アートが身近に変えて、その日常の中で楽しめる。いいところは自分で値段が決めれて、やっぱその自分の適した価格をつけれて、それで買えるっていうのがいいと思います。もう自分で考えて、自分で全部自分の責任になる。楽しいんじゃないか、ただ見に来て帰る。でプライスリストがあって、あちょっとこの値段じゃ買えないなとかいうよりは、もし本当に欲しかったら自分で考えて値段つけられて、そういうなんかちょっと楽しみもある。自分の価値観を確認してほしいというか、洋服でも食べ物でも住む場所でもそうだと思うんだけど、なんでこの洋服を着てたりとか、なんでこの食べ物を食べてるのかっていうか、分からないで受け入れてしまっている人が多いんじゃないかなと思って、自分で価値を決めるって本当にそういうところがあって、考えて決めるというか、ただ見るんじゃなくて考える目になってもらえたらなと。自分が欲しいと思ったものに自分で価値をつけて、まあ、手に入らないことももちろんあるけど、手に入るんだっていうことを体感してもらえたら、若い子たちが来てお金を使って作品を持っていってくれて、彼らが年を取っていったらきっとまだアートは好きだろうし、まあ、これから作家さんもそうだけど、お客さんを育てていきたいなっていうのがあるね。セリーがただいまもって入札の受付を終了します。大丈夫でしょうか。大丈夫です。どうでしょうか。閉めちゃいますよ。大丈夫ですか。なかなかそういうクリアにならないものだったりするんで、アートの値段だったりとか、なんでいくらなのかっていうのは結構難しかったりして、歴史を勉強しないと理由がわからない、その価値の。でも競りの場合は理由なんてなくて、ただいいなと思ったものに自分が出せる金額を出すっていう、それはもうすごくクリアなものだと思うんで、うん、そういう動きがあっても俺はいいんじゃないかなと思って、うん、総入札件数が375件、落札数が105件。花札でやった後は本当に大違いがお客さんが来てくれて、本当に 大成功だったと思います。皆さんありがとうございました。絵だけで食ってる人なんてほとんどいなくて、逆にいないからこそ伸びしろしかないなと思ってて、下がることっていうのはまずないから、だから僕はすごくやってて面白いなと思うのはそこです。